はい、どうも、ナオトです。ご機嫌の方はいかがでしょうか？今回はですね、ちょっと美容についてね、やってみようかなと思うことがありまして、顔の美容についてです。自分の骨格を上げるとか、小顔になるためにとか、メイクとかやってたりしますけど、顔体操とかする方もいらっしゃるんですよ。思いっきり口を開けて、その後にギュッと顔を縮こまして絞らせるっていう、その交互にやり続ける体操があるんですよ。引きつらせる顔が10秒、しぼませるのが10秒、これを3セットかな、やり続けることによって小顔になるというか、ちょっと骨格が細くシュッとなるというか、言われてまして、それって10秒とかじゃなくて高速でやり続けたら小顔になるんじゃない？ということで、早速ですけども、小顔体操というか、顔面矯正体操ですか、それちょっとやってみたいと思います。いきます。あ、唇切った。いきます。あのね、スタート。もうやろう。はい、どんな感じですかね。はい、ということで、皆さん、ビフォーアフター見ていただいたと思うんですけども、いかがでしょうかね。どっちが効果が上がってるんですかね。まあ、こんな感じで、ちょっと高速小顔体操をやってみましたけどもね、皆さん、あまりやらない方がいいです。はい、すごく顔が痛い。正式なルールをちゃんと守って、その通りやってください。顔を引きつるだけじゃなくて、あまり効果が見えないと思います。はる 皆さん、ナオトです。チャンネル登録よろしくお願いします。